福島広し子は、日本の政治家、住民目線の会の共同代表、東京財団上席研究員、消費者庁長,長官、千葉県阿孫子市長、同市議会議員を務めた。2011年4月4日、内閣府特命担当大臣、村田蓮舫と、物価担当官会議に出席鳥取県米子市生まれ、鳥取県立米子東高等学校を卒業し、 1981年3月に、筑波大学第一学軍社会学類を助籍社会新報の記者を経て、生活共同組合アビコセンターに勤務した。その後、アビコ市議会議員やアビコ市長などを歴任し、全国青年市長会会長などを務めた。市長退任後は、東京財団上席研究員に就任。2010年、消費者庁長官に任命され、 2012年8月まで勤める、鳥取県米子市生まれ、鳥取県立米子東高等学校を卒業し、筑波大学に入学。しかし、1980年に学園祭の開催を求めて、デモや集会を開き、学生運動を主導したことを理由に、1981年3月に除籍処分を受ける。その後、 日本社会党参議院議員の矢田部治の誘いを受け、社会党の機関士である社会新報の記者になった。1983年から生活共同組合アビコセンターに勤務する。アビコ市長就任に際して既得権をなくし、公正で透明な行政を行うと宣言した。在任中は市民自治を提唱し、市民の自立した活動と、 市民がコントロールする行政による市民自治を目標に掲げた。具体的な実績は次の通り。ただし、市政の運営に際しては議会に対する根回しを行わなかったため、安彦市議会にて条例案の否決や修正が頻発した。また、在任中の2001年12月から2002年1月にかけて水道局の資金の運用に外貨預金を利用したことで、 1> 約1200万円の損失が発生。2005年7月5日には、阿弥子市が当時現職であった、福島博志彦阿弥子市長と前水道局長に対し、損害賠償を請求する事態に発展した。水道局の外貨預金をめぐっては、預金直後から、金融知識に詳しい関西委員から、適切でないとの指摘を受けていた。二千十二年五月十一日、 内閣府特命担当大臣、松原糸氏と東京都消費生活総合センターを、視察、麻生内閣のもとで2009年に発足した、消費者庁の初代長官には、建設官僚出身の内田俊一が就任した。しかし、内田が就任した同年9月1日は、第45回衆議院議員総選挙で、自由民主党が敗北した直後であり、 また、鳩山幸男内閣が正式発足する直前であったため、民主党は当初から内田の起用に対し会議的な論調が強かった。翌2010年に発足した菅直人内閣は、同年の中央省庁定例幹部人事に際して、消費者庁長官には官僚経験者ではなく民間人を起用する方針が明らかにされた。同年7月22日、 戦国よし内閣官房長官が福島の消費者庁長官への起用を発表。同年8月11日、消費者庁長官に就任した。就任に際して消費者に寄り添う、生活者の立場に立つをモットーに掲げた。また、企業との摩擦も当然あると思うが、消費者庁の取り組みは企業が安全で質の高いサービスやものを提供することにもつながる。 消費者、企業の利益になると述べており、消費者庁の推進する消費者行政は、企業にとってマイナスになるものではないと主張した。2012年8月10日、消費者庁長官を退任。2016年1月18日、夏の参院選の鳥取県、島根県選挙区に無所属での立候補を表明した。民主党や社民党、各種団体などの参院から、 日本の流れを変える会設立準備会から2015年12月に無所属での出馬を要請され2016年1月11日に市民連合住民目線で政治を変える会参院を設立して共同代表に就いた同年1月18日に米子市で記者会見した福島は安倍政治にブレーキをかけるため全力を尽くすと決意を述べた 表明会見では重点施策として安全保障関連法の集団的自衛権や自衛隊の海外戦闘任務を容認する部分の廃止、生活向上を最優先にした堅実な経済の実現、前のめりの原発再稼働への歯止めと脱原発社会の実現の3つを挙げた。福島は徹底的に国家から出発している安倍政治とは逆の 徹底して住民から出発する政治を作る必要があるなどと述べた。ナ子の出馬表明に伴い、2015年4月より、レギュラーコメンテーターとして出演していた、ニュース千葉930は2016年1月で、急遽降板することになった。統一候補として、各野党が推薦し、連合やブラック解放同盟の他市民組織など、約20団体が支援している。 投開票の結果落選。外国人に住民投票権を認める自治体が増えていることについて、福島は日本人と同様に地域で生活し、納税し、公共サービスを利用している永住外国人が可能な範囲で合意形成の場に入ることは大切だ。外国人の住民投票権が広がるのは当たり前だと思うと述べている。平和国家として、 国際的な地位を築き、平和外交を進める。集団的自衛権、自衛隊の海外での戦闘任務を容認する。駆けつけ警護、他国軍への広報支援の拡大を廃止する。自治体の判断で使える一括交付金を創設する。総合診療医をかかりつけ医とする医療地域に定着させる。格差社会の解消を目指す。 労働者派遣の歯止め、非正規労働者への社会保険拡大、同一労働、同一賃金を推進する。地域の農林水産業と中小企業、創業支援。TPP の全容を徹底して検証する。TPP を速やかに批准することに反対。地域の小規模農業を持続できる。支援策を強める。所得や資産の多い人に対する課税を強化することに賛成。 企業に課す法人税率を引き下げるべきであることに、どちらかといえば反対。父は反骨精神の強い人だった。母は教員として男女差別撤廃に立ち向かった。ありがとうございます。